そしていよいよそのプログラムの中心であるブラームスのドイツレクイエム、さあこれについて語るということは非常に大変なことです、あまりに内容が広く深く、そしてブラームスの人格の奥深いところまで彼の意思全てを、語らなければいけません。もうとてもそれは無理です。一冊の本ができるほどですから、それでただ私が今まで何回も演奏してきて、そして今回また、シティフィルとシティフィルコア、そして2人の非常に優秀なソリスト、福島敦也さん、それから安井陽子さんですね、演奏できることを非常に楽しみにいたしております。そしてさて、じゃあこのドイツレクエム、レクエムはレクエムですね、死者のための、死者を送り出すため、あるいは慰めるための、一つのこれはミサ曲の分類にされますね。ミサ曲でこれをレクイエムと、ラテン語で言っております。そしてこうなだめる、沈めるという意味がありますで、なぜじゃあドイツレクイエムというのか、皆さん思われるかもしれません、当時ですねレクイエムというものは必ずです。もうこれは完全な規則でした、カトリック教会の典礼、しかもラテン語で行われると、それに合わせて作曲されたものなんです。ですから皆さんレクイエムというとたくさんありますけど、やっぱり何といっても有名なのはヴェルディのレクイエム、モーツァルトのレクイエム、もう一つフォーレのレクイエム、おそらくその3つが非常に有名だというか非常にポピュラーですね。でそのヴェルディのレクイエムというのは作曲家ヴェルディ、まさにちょっとオペラチックと言えるくらいその声を見事に、見事にその声の素晴らしさを発揮できる、コーラスの素晴らしさを発揮できる、オーケストラはもちろんですが、まさにあのヴェルディの他の作品オペラを思わせるくらい、非常に派手なレクイエムでございます。レクイエムはそんなに派手でいいのかと思うくらいですね、それからモーツァルトのレクイエム、これはまた先ほどもちょっと出てまいりました二段調、悲痛なレクイエム、モーツァルトの最後の作品、完成できなかった作品でございます。でもこの作品もやっぱりラテン語で書かれております。他のレクイエムも全てそうであります。ミサ曲でも例えばベートーベンの大傑作荘厳ミサ曲、これもやはりラテン語ですね。あの規則を逃れることはできなかったんです。当時そのくらい教会、そしてその人々の信仰というものは強かったんですね。ところが宗教改革があってだんだん時代が変わってまいりました。そしてブラームスは根っこからのプロテスタントでした。ですのでどうしても彼の信条、彼は全く自分の考え、自然な発想、作り上げたものではない、そういう正直な自分の心の底から出たものを表現したいといういつも深い欲求を持っておりました。ですのでレクイエムを作曲するにあたってもう初めからこれはドイツ語で、そしてドイツ語で作曲しようと決めておりました。そしてアイディアは随分長く温めてきました。そしてその間に一番大事な親友ですね、ロベルト・シューマンが悲劇的な死を遂げ、そしてその後に最愛の母親を失いました。で彼はその時にずっと
っと進行中だった曲をついにこれでもうなんとか早く終了したいと。そしてこもう逆に言えばこの悲しさ、心にもやりきれない悲しさというものをこの作曲にその集中力をなんていうんですかね、込めるというか、そしてその悲しみに逆に耐えるっていうこと、これはベートーベンにもよく言われることです。そのやっぱり苦悩というもの、その苦悩を戦いですね、時には敗北とも言います。そういう、シチュエーションをもう作曲でもってもう突き抜けていくんですね。そしてそこに素晴らしい芸術作品を完成させると、そこで彼自身が救われているということはですね、聞いてくださる皆様もそれで救われるということになるんです。ですのでこの曲にはいろいろな変遷がありました。最初の3曲だけが出来上がって、そしてそれをウィーンで初演した時には全く受け入れられなくて、聴衆は何か罵りながら帰っていったっていう話さえあります。一つはやっぱりドイツ語でやったっていう、そういう確信に対する反感だったと思うんですがね。そしてこれは全部で7曲あります。そのうちの5曲目がソプラノのソロになっております。もちろんコーラスとも組み合わされてますけど、ソプラノを歌うのはたった1曲。これもできるまでになかなか完成に時間がかかりました。その前にその曲の代わりにヘンデルのメサイアから、ソプラノの曲を入れたり、あるいはなしで演奏したり、いろいろブラームスも苦労を重ねました。そして、最後に彼は自分の指揮で、全7曲いろいろと、修正を加えて、完成いたしました。その時には大変な成功だったということです。そしてブラームスといえばベートーベンの後継者、そして ブラームス自身もベートーベンの後継者でありたい、このドイツ この作曲そして芸術界の、ベートーベンの後継者でありたい、そしてその発展を自分で担いたいといういつもそういう義務感を持ってました。ですのでこのブラームスの、ドイツレクエムはまだブラームスが35歳の時の作品です。おそらくまだその時は未成年だったですよね。本当にすんなりとして